こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日は、ランダムミトンが仕上がりました。えっ、ー、と、メンズなんですが、この毛糸の選び方とか、ちょっとデザインの仕方とか、サイズ感とかをお伝えしたくて、この動画を撮っています。ランダム靴下に引き続き、ランダムに毛糸を選んで編むランダムミトンもやってみました。えっ、ー、と、 基本的にはあどんな毛糸を使ったかちょっとこちらからこの見てここが糸返してるよなっていうのをまずこう想像していただけたらなと思いますいつもはこの毛糸とこの毛糸とこれからこういう順番で編みたいと思いますみたいな感じだったんですが本当にランダムにしてみたのでどこで糸が変わってるのかこの毛糸自体がどこで変わってるのかとか。 見ていただけたらなと思いますではちょっと言っていきます基本はレーゲンバルトの16番の赤い毛糸でえっ、ー、と熱帯魚っていうやつだったと思うんですがすみませんちゃんとした名前を言わずにえっと前回のレーゲンバルトの10個ネタ売りの10個のえっとねそのトビーっていう毛糸が好きすぎてもうどこ どこにもちょっと手に入れれないんですけどもそれの次のシリーズも買ってみましたその赤です赤とか水色とかが入っていてそれを基本に使ってそれにえっ、ー、と黒と蛍光ピンクとうんと紫ですね紫を使ってみましたなんか えと基本的にちょっとこの赤っぽい感じでいこうと思ったんですがピンク入ってもいいか聞いてみたら、うん、ちょっと女性っぽい感じでもいいよとでそういうのも好きだっていうことで赤ではなくピンクを入れてみたのはその理由です。で前にピンクと黒の靴下を編んだ時にその組み合わせがすごく好きだったのでちょっとこう男の人らしく黒も入れてみました。黒が入っ ででもランダム手袋ありですよねちょっと違うように映ってるかな。うーん例えば黒がないとこんな感じで明るいですよね。こことかか。こんな感じか。でも黒が入ってもかっこいいというか黒が入ってもいいかなと思います。あと、えー、とえ こんな感じで太く入れてみたり、1本だけ入れてみたり、ここの水色と赤の柄のところ、段染めの部分がちょっと長いかなと思ったので真ん中らへんに黒を入れてみたりしてちょっとお遊びしてみました。もう1本だけ入れると、こう、ちょっとこう埋もれるし、あと指のところに入れちゃったら、すごい指が入れづらい感じなんですよね。 なので、入れてもらって、もしここがきつかったら、ちょっとまたここを、えっ、ー、と、ここに糸始末してあるので、それを緩めてみようかなと思っています。そして、ここもちょっと遊びしてみた部分です。えっ、ー、と、わかるかな元の紫の毛糸、あ、紫のハチドリっていう毛糸でした。それもレイゲンバルトかなそれに、 こっちが黒入れて、こっちはネオンピンクを入れて、で、次、紫、で、ピンク、黒、紫、黒、ピンクみたいな感じにしてみたんですが、うーん、二目ゴム編みで、まだちょっと水通ししてないけど、どうもいまいちそんなにくっきりはっきり見えるわけじゃなくて、ここ冒険してもあまり見なかったかなと。前回のレッグウォーマーみたいに、下地の色がちょっとこう、 黒なんか特にピンクっていうか紫の部分がポチポチ見えて面白いかなとは思いますちょっとここは反省点ですねとこのあこちらこの黒を入れた部分の指の動きがちょっと悪いかなと思いますでえっ、ー、と男の人なので普段はこっちが私のものですが、えー、と8目広8目別の糸で 編んでおいてでここのの脇から2 20個拾うででで全部で20名ですですが、えっと、穴が開かないようにもう一回下の段から拾ったものも入れてそれをすぐ次の段で消すんですがあ2目一度であ2目一度でどっちでしたっけ2目一度で、えっと、10に戻すんですが戻さずに11のまんま編んでみました。 というのはここが1本で糸始末してるのでクッとなってしまって入るかなーって思ったのでもうその、ちょっと下から拾ったのもそのまんま11目ずつしてみましたそしたらこれくらい指の太さが違いますわかりますかねあ長さも測ってみましょうねえっ、ー、と男性用3センチ。 うん、でこれはでも水通しというか何回も洗ってるのでそれで縮んだっていうのもあるかもしれないですが2 5センチ5 m、mm、m 違いますね1目違うだけでまあ緩く編んだあこの単色って結構細めなんですねなのでちょっと遅いかもしれませんでえっ、ー、と2トンを作るときに人によって手の大きさって全然違うと思うんですねこの 靴下じゃない手袋をされる方は、男性でも手が大きい方ではないので、えっ、ー、と、私のこれより1センチぐらい大きくするぐらいでよかったです。で、測るときに、えっ、ー、と、これはメルカリで私に、あの、ミトンをオーダーする方にもちょっとお願いしたいんですが、中指の一番長いところから、えっ、ー、と、この親指の付け根の真ん中らへんの長さ、 を測りますそれが私は1 3ンチくらい1 3ンチでそこからえっ、ー、と親指が何 cm かここの高さから親指が何 cm かたい。私は 7, 7センチ7 5センチくらいかなであと手首の周りは そんなあれだけど、で、そこから手首までが何センチか、私は4.5センチ。で、手首からどれくらい欲しいか、5センチ、私は5センチ欲しいので、5センチ。あまり長くなると、今度は、ちょっとこの、自分の内側に着てる服に当たったりするし、短かったらちょっと寒いので、そんな感じで測ってもらって、その人に会うようにしました。で、今回は、多分5ミリくらいちょっと大きいんですよね。 そうでもないかな。いか1 4センチ、ここから1 4センチのところで親指が入ってでそこから手首の部分は5センチで私より 5mm 大きい感じですねで手首も5 5, ミリ 5. 5セン m 5 m m 大きいくらいにしてで親指が 8cm にしましたでもこれって人によって違うと思うしでも人に。 合わせたければそんな風にするといいと思います。手の幅は私の同じ三十目です。えっと十四目からスタート、四センチからスタートして、四センチ幅からスタートして、うんと九センチぐらい三十目でいきましたで。水通ししてくるとどんな感じになっているのかちょっとやってみたいな。目が綺麗になるとは思います。 えとここまでがえレンゲバルトの,なんだっけああの熱帯魚のやつで,でピンク入ってまた戻ってで紫のハチドリまた、えー、とレンゲバルトの熱帯魚でこの赤のところに黒を入れてみようと思っここの部分ですねに黒を一色入れました。 こっちはピンク、黒、ピンク。なので、黒、ピンク、黒って入れました。こっちは黒、ピンク、黒。ピンク、黒、ピンク,ピンクっていう感じで、単色をちらっと入れながら編んでみました。この紫のハチドリと、えっと、熱帯魚のやつは、赤い熱帯魚のやつは、両方同じレ霊ン,ンバルトなので、うん、ちょっとこう、 違う感じのところもありますが、これは絶対合うと思います。で、あとは好きな色をこう入れてみるといいのかなと思います。こんな感じで着々とランダムのミトンも編んでいます。またランダムのミトンも編みたいと思うので、この後もよかったら動画ちょくちょく見てください。ということで、 今日はランダムミトンでした。最後まで見てくださりありがとうございました。